アイバユ東京航空輸送車は1928年に設立された日本の民間航空会社である。1929年から東京下田間の定期航空営業を行った。宇都宮の五福店の産難に生まれたアイバユは飛行家を目指すが強度の禁止のために操縦者になることを諦め雑誌、飛行会の記者を務めていた。1917年。 自作の航空機の製作を目指していた、玉井聖太郎と知り合い、日本飛行学校を開校。玉井が1917年5月20日に、玉井式三号機の事故で死亡し、相場も父の遺産を使い果たすが、飛行クラブの講演会が出来資金を確保した。1917年9月、台風による高波の被害で、同校は資材を失い、相場も一旦飛行機事業から手を引き、 日本初の自動車学校の運営に専念すると、この事業は成功した。1921年航空会が急速に発達するのを見た相場は1923年日本自動車学校に飛行家を設け、1924年日本飛行学校を再び設置した。同校は操縦者の育成だけでなく、航空事業も開始し、1928年、 東京航空輸送車を設立した。1929年定期航空の認可を得て、福座のアブロ504と海軍から払い下げを受けた、ハンザブランデンブルク水蒸気を用いて、東京下田間の定期航空営業を開始する。あとに4人乗りの IHAB-1 輸送機の太陽を受けると1931年2月にエアガールを募集。 審査を移植された日本飛行学校在籍の北村、金子らが先行した3名を採用し、同乗させた。1939年3月27日、国の方針により、大日本航空に吸収合併された。玉井聖太郎は1916年8月16日付で、日本飛行学校の設立を申請し、同校は1917年1月4日、 東京府笛原郡羽田町穴森に正式に開校した。主な在籍者は次の通り、ありがとうございます。